みなさんこんにちは、パフォーマンスユニットマジュネットの大月です。いやありがとうございます、ありがとうございます。5月18日の、マジュネット大月というか、かける〇〇ライブキャスト紹介、この方に来ていただきました、鹿島田織江さんです。どうもやってまいりました、やってまいりました。またありがとうございますね。最近何回も出させていただいて、そうですね、あの最後に出たのはでまさきくんと話し合ったかな。そうね、そうこの間ね、何ですか、なんか年取っちゃったの。違う、何ですか、年取っちゃったんですか。なんか白髪はこれね、違うんですよ。本番の時にここ紫に染めてたんですね、た、うんうん、だあの、まあ、落ちて自然とこの色になりましたね、すごい色でしょ。なんかブラックジャックみたいっていう、すごい確かに言われるんですけど、かっこいい。そうなんですよ、もうなんか30歳ぐらい老けちゃったちょっとね、ちょっとストレスで ねあるね。そんなことないですよ、ファッションです。はい、ご安心ください、はい、ご安心ください、はい、いや、織ちゃん来ていただいたんですけれども、はい、実はその2月、4月と私があのねシューティングペインに参加させていただいて、うん、その途中に、稽古の途中に、うん、織ちゃん、今度5月にライブがあるんだけどよかったらどうですかってね、声をかけたんですか、はい、そしたら、こういいですよみたいな感じで軽いと思って軽い、ね、いいのかこんなんで、あ、全然いいっすよみたいな、うん、そうそうそう、しかも何やるかも決めないまま、なんか承諾してくれて、本当にフリー、基本フリー素材なんで、ね、まあもちろんいろいろありますけど、ありますけど、基本フリー素材で何でもいいってわけじゃない、ね、そうですね、大丈夫です。そのフリー素材とか言うとね、変なところ画像使われたりするから、ね、それはちょっとあれですね、うん、そこは気をつけて、うん、どこでも行っちゃうよって、ね、そうです、そうです、都合さえ合えば、うん、まあ、うん、はいはい、できることは何でもいい。でも、うん、なんか気になったんですよね、こう真面目イトとしての活動というか、うん、あの大月さんの、はい、大月さんのってすごいかしこまって、え、何もうさ、あれあの稽古とか本番終わると一回リセットするタイプ、うん、そんなこと、そんなこと、ね、でも会ってないとそうなっちゃうから、そうだね、それは確かに、うん、メイトさんの、うん、でもほら、メイトさんってだってマジメイトのメイトさんでしょ、うん、そうです、大月さんの、はい、大月さんのメイトさん、違う、うん大月さんのマジメイトとしての活動がすごい気になったんですよ、はい、うん、うん、ありがとうございます。そうそうそう、なんかいろんなことやってらっしゃるし、はい、すごく自己プロデュース力があるから、ありがとうございます。どういうことやってんだろうなってずっと思ってて、うんうん、たときのこのお話だったので、うんうん、ぜひぜひなんかマジメイトとしてもうなんか大月さん見てみたいと思って見てみたいを飛ばして、そう、もうやっちゃった、出ちゃいたい、そう、もう出ちゃったみたいな、うん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 、でもなんか今回はいろんな方とやれるわけじゃないですか、うん、そうです、そうです、だからそれは見れるんですよね、うん、見れる、もう見れる、見れる、あ、楽しみ、もちろんそれを見にも来てるんで、あ、そうですね、お客さんとして、ね、そうです、はい、森ちゃんは歌もダンスもお芝居もとりあえず一通りできるじゃないですか、このなんかさ、あのグラフあるとしたらさ、六角形とかの、うん、すごいバランスいいイメージなの、綺麗に、そうですか、そう、だからもうとりあえず読んどいて出ることだけ決めとけばどうとでもなるなと思ってもう声をかけちゃったっていうね、そう、次第なんですけど、そうなんですけど、今回は一応ね、私たちの出し物としては、うん、あのダンス、鹿島田織江イコールダンスになってるんですけれども、うん、演目がですね、真面目とダンス部の代表作というかね、まあ、一番人気があるパフォーマンスで、トライダンスロンっていうのをやります。トライダンスロン、そうなんです、あー、YouTube にね、うんうん、一応動画上げてるんですけど、ね、そうなんです、今までね、3パターンぐらいやってるんですよ、うん、あ、そう、あるある、あのいつも本田さとみっていうね、真面目と創立メンバーとね、うん、今までやってたネタなんですけれども、うん、それをちょっと織ちゃんと今回はやってみよう。いやいやいや、じゃあ初めてライブの、うん、そうです、そうです、初めて、あ、嬉しい、すごい楽しみ、わー、うん、そうそうそう、でやっぱ織ちゃんだからこそできる曲とか、うん、あのできるパフォーマンスがあるので、うん、まあ、トライダンスロンっていうのはこう、まあ、いろんなジャンルのダンスで戦っていくっていうバトルゲームなんですけど、それがまあ織り絵仕様になってるよっていうことで、ね、いやそうですね、うん、ちょっとね、今、うん、曲の打ち合わせとかやってたので、私が言いたい曲をなんかいろいろ入れてくださって、うん、そう、うん、だから私の得意ジャンルもありつつ、うん、なんか、うん、もちろんメイトさんの得意ジャンルもありつつ、うん、はい、ダンスダンスなのか何なのかあれは何なの、顔芸なのか、つけなのかもありつつ、うん、ダンスだけじゃなくて、
うん、いろんなね、うん、ことも挟まりつつみたいな感じですね、うん、そうですそうです、それなんかバラエティに富んだ、うん、あのパフォーマンスになってますので、皆さんも盛り上がれるし、うん、わーって頑張れって思います、応援してほしい、そう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 、ちょっとね、あのピオレボーファンの方が楽しめるあれもちょっと用意してるので、お、はい、まあ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 、それを楽しみに、当日まで、はい、お楽しみに、はい、いいですね。こういうさ、ダンスの公演とかはさ、今までさ、やってたわけじゃん、うん、ダンス発表会、ダンスのその公演に出たりとか、うん、そう、あとはまあ、なんだろうな、うん、ダンサーとして舞台に出るみたいなこともちょこちょこやってるので、うんうん、じゃあ結構さ、いろんなジャンルは踊れる感じ、人と、うん、いやまあ、偏ってはいるんですけど、うんうん、でも一応、かじっなんかね、つまんできたって感じ、あつまんできた、ね、そう、基本的には私はジャズをずっと長いことやっていて、うん、とかテーマパーク系、うん、そういうショー、レビューショーを見てやるような感じのダンスを、うん、まあ、よくやってたんですけど、うん、まあ、バレエとか、うん、コンテとか、うん、ヒップホップとか、うん、つまんだ感じです。なるほど、うん、じゃあ今回もそのつまんだ技術、つまんだ技術つまんだ中からちょっとまたポッと出していくみたいな感じのことをやりつつ、うんうん、まあもちろんジャズもできたらいいなとは思ってますけど、そのいろんなオリちゃんをさ、この1回の、まあ、パフォーマンスの時間自体はそんな長くないんですけど、うん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 、1回でいろいろこの人できるんですよっていうのを、ね、みんなに、ね、見てもらえる、こういう形の、うん、もう初めて、ああそうだよね、うん、ないよね、なんていうか、ネタというか、うん、は初めてですね、うんうん、お手洗いクラブっていう、うん、あの2人、今2人組のユニットを組んでて、うんうん、え、それは何、同級生で組んでる、あ、そうそうそう、うん、それは高校の同級生同士で組んでるから、うんうん、かなり長いんですよ、へ、うん、え、5年、6年もうかなり長いって言ってさ、出てくるのがさ、5年6年若いよね、いやいやいや、長いでしょ、いや長いけど、うん、そう、18からなんで、うんうん、つい最近ではないよって、ね、そう、6年、もう7年ぐらい経ってるか、うん、7、8年経ってるんですけど、うん、あの、そうそうそう、その 相方がもうがっつりダンサーなんで、あ、そうなんだ、もうダンスをやってる子で、うんうん、まあ普段は、うんと、私は、まあ歌も、その団体では歌もやるし、うん、まあ、ダンスも一緒に踊るんですけど、うんうん、まあ、そこで、なんていうの、ショーケースみたいな感じで踊ったりとか、ライブで踊ったりとかよくしてて、でそこで振り付けやったりとかもしてるんだけど、こういうのはなんかないから、うん、まあないよね、新鮮ですね、初めて、どうなる、自分でもよまだ分かってない、どうなるんだろうっていう、うん、私もね、すごいね、イメージはしてるんだけど、多分今までと踊る人が違うから、うん、多分作品、あ、作品っていうか、ね、出し物自体のテイストも結構変わっちゃうんじゃないかなって、うん、そうですね、うん、なんかトライダンスのファンの方にもね、うん、まあいるかわかんないけど楽しんでもらえるし、いいじゃないですか、そうですね、そうですよ、いらっしゃいますよ、いてください、うん、はい、で、オリエちゃんのね、ファンの方にも楽しんでいただけるように作りますので、よろしくお願いします私は、うん、タッチはダンスじゃないですか、うん、はい、でも、ほら、ゆかさんは読み方がどんどん変わっていくゆかさんは、うん、あの、いろんな、もう全ての方と、うん、こうコラボするわけでしょ、そうだね、うん、なんか歌もあれば、うん、お芝居もあるでしょ、うんうんうん、だけじゃなくても、いろんなことをやるわけじゃないですか、だから、いろんなゆかさんを見れる、あ、そうです、っていうのがまず一個、はい、見どころね、すごいなんか MC 的な立ち位置にさっと自然にスッとね入ってくれるあとは、まあ、ピオレボン見ていいなと思って、うん、来ようかなと思ってる方にもまた新しい人たちを知って、うん、知ってもらえるから、そのなんていうのかな、世界がこう一気に広がる、ね、広がるから、うんうん、それすごい楽しみにしてほしいなって確かに思っていますし、うん、ライブだから気軽にね、あ、そうそうそう、見てもらえるなと思う、うん、こう普通のこう演劇の公演とかとは違って、うん、違う違う、ちょっとラフな気持ちで、うん、なんかこうドリンク飲みながら、ね、そうそうそう、そういうラフさもなんか楽しんでもらえたらいいかなと思ってます、うん、すごいね、言いたいこと全部言ってくれましたありがとうございますそんなね、オリちゃんね、はい、そう、こういうオリちゃんだからこそ頼んだことが一個ありまして、あ、はい、今回ですね、あのアフターイベントがあるんですね、うんうん、で昼夜で内容は違うんですけど、うん、アフターイベントの MC をやっていただくことになりました。よろしくお願いします。ね、あの私が、昼はクイズ大会、夜はゲーム大会なんですけど、うんうん、まあ
あのいつもはね真面目で私 MC やってるんですけど、うんうんうん、もうまあ降りちゃうだったらねもう何の問題もないだろうということで、まあ、そう結構私出題者的な立場に今回なるので、うん、そうですね、うん、自分の劇団で MC は、うん、培われてますね、慣れてますので、何回もやってますので、うん、まあ、そこはちょっとあのメイトさんにも楽しんでもらえるように、はい、まあね、ちょっとあのうまいこと回していきたいなと思っておりますので、はい、あとさらに一番最後です、今回はねチェキ撮影会もやっちゃうんです、お、はい、そうだ、そうなんです、ということは、おりちゃんと一緒に写真が撮れるよということです。あ、そうですね、そんな望んでくれる方がいらっしゃるのか、いや、いるいるいる、ありませんけれども、うん、まあ、なかなか、うん、ツーショットでチェキ撮れる機会ってね、うん、なんかないじゃないですか、らしいね、うん、そうそうそう、まあ、チェキっていうもの自体をもしかしたら知らない、そういうなんかシステムを、あ、文化をね、文化をね、見慣れてない方も、うん、もちろんいらっしゃると思いますし、うん、チェキやったって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、なんかそれもライブならではかなと思うし、そうだ、ね、あの記念にも、そうだ、ね、形に残るっていうのはね、そうそうそう、なるし、うん、ね、まあ、一緒に写りたいって思ってくださったら嬉しいし、うん、まあ、もしね、あ、私自分で写るのはちょっと嫌だけど、うん、この人のチェキ欲しいなって思ったらソロでも撮れる、撮れます、撮れますよね、うん、だからそういうのでポーズとか指定してもらって、うん、なんか普段撮れない形で撮るとかっていうのもできると思うから、うんうん、あの R18 のポーズだからちょっとそれは、はい、もう真面目なお客さんもそういう、うん、あの、うん、なんか清らかなお客さんしかいないから、そう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 、心綺麗な人しかいないから、うん、でしょ、大丈夫、うん、そこは信じてる、信じてます、うん、けども今までチェキって撮ったことないなっていう方でもね、うん、気軽に参加してほしい、撮ってもらえる、500円から用意してるんで、そうです、そうです、してます、いろいろおるちゃんにアドバイスもいただいて、あのうまくスムーズに回せるようにちょっと頑張って、今ね、うん、頑張ってる、頑張ってます、はい、うん、もうみんなで話してるんですよ、あのこんだけさすごい計画しといてさ誰も来なかったらどうする、いやさーっつって楽しい楽しい、そういうのも私も毎回お手洗いクラブとかで、うん、あの思うんですよね、うん、こんだけ準備してさ、うん、売れなかったらどうするとかって毎回思いながらやってます、うんうん、でも、まあ、あの買ってくださると信じて、まあ、それは私たちのパフォーマンスにかかってるということで、ね、そうですよ、パフォーマンスが良かったら買ってください、うん、買ってくださいっていう感じで、うん、どうでしょう、素晴らしいっていう自分に、素晴らしい締め、自分もプレッシャーかけましたけど、うん、そう、あのね、でもそういうのはあるよね、やっぱわーって楽しい気分になっちゃうからこそ最後よし、じゃあ記念に買うかってなるからね、私もあの、うん、この間あのシューティングペンに共演したバンザイジャパンっていうアイドルの、はい、っていうアイドルバンザイジャパンというアイドルグループがいるでしょ、いるんですよ、今、はい、絶好調の、絶好調、そう、そこ の, ふあの藤崎ふみちゃんっていう子がね、うん、この間共演させていただいたんですけども、はい、あのふみちゃんのライブに行ったんですよ、うん、この間で、ミーと久保さりととすみさん、うん、と4人で行って、で、がっつりチェキ取って帰りました普通にお客さん、はい、もう普通にあのお客さんと一緒に並んで、あ、並んで、はい、並んで、うん、あの誰のチェキ取りますか、うん、って他 の, あのメンバーの方に聞かれて、うん、あ、藤崎ふみちゃんチェキ取って、初回なんで2枚取りますって言われて1枚で、コミュ障のお宅みたいな、2枚取ってありがとうございますとか言ってどうちゃうね、ちょっと目線が合わない、あのね、ファンの方の気持ちが分かる、やっぱりちょっと恥ずかしいんだけど、うんうん、でも喋りたいみたいな気持ち、すごい分かりました、あのね、ファンなるよ、なるか、なる、あれはやっぱレスもらったらハァってやっぱなる、なるほどね、うん、って思いました、私もマーク行きたいな、いや本当に、うん、なんかそういう心理なんだなって思って、うんうんうん、そうそうそう、だからやっぱりそう、あの思い出になるから欲しいってやっぱ思う、うん、そう、喋りたいって思うし、うん、あそこまで舞台にいたことを、うん、なんか記念になんか一枚撮れるのでいいなと思って、うん、あ、なんかチェキっていい文化だなってそう、しみじみいい文化だな、しみじみと思いましただからちょっとそんなのを取り入れつつね、うん、そうですね、あのファンに今みたいに私たちもたくさんレッスンを送るので、ね、ファンが一人でも増えるように頑張りたいと思います、そうそうそう、ね、応援してくださる方のためにね、はい、頑張りますので、はい、よろしくお願いします、はい、それでは本番お楽しみに、バイバーイ。